はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員くつざわです。GDP の成長率、年率がですね 3.5% と発表になっておりました。これGDP って言ってもピンとこないですけど、経済規模って言った方が早いかな。これ円安の影響で海外投資の伸びが著しいそうであります。海外投資、円が安い時に日本のね、株とか資産とか土地とか買っておいて、で円が高くなったらそれ売りましょうみたいな、外貨預金みたいな感じで日本のものが外国人に買われている。それは株式であったり、なんかね、土地であったりマンションであったりするんでしょうけれども、やっぱ悪い円安がとか騒いでおりますけれどもね、テレビ新聞が、円安の方が円ですよ。アメリカ産の大豆しか使っちゃいけないとか、輸入した小麦しか食っちゃいけないとか、そんな決まりねえんだから、円安になってね、輸入品の方が高くつくなーってなったら国産に回帰しますから。製造業だって工場日本に建てっかな、雇用が生まれるじゃないですか。ですんでね、愛国者にとっては円安の方が好ましいんですね、実は。だって高度経済成長時代は1ドル360円って固定されてて、それで成長できたんだもんね。日本のものは安くて品質が優れているなと、いうことで、日本もですね、中国に技術をパクられるのは尺なんですけれども、日本もですね、1960年代70年代、せっせとスイスの腕時計のですね技術をパクりまして、で1980年代、その前かな、クォーツっていう新方式で、機械式じゃなくて電池式みたいなのを独自路線行ってですね、今世界シェア 50% 以上、になっておりますけれども、スイスがそれまではですね、50年前は世界の腕時計のシェア 50% だったんですけれども、見事に奪ってしまいました。スイスの人たちは日本のことがしゃぐでしゃぐで憎くて憎くてたまんないんだろうな思っておりますけれども、で円安は製造業復活でいいんだと、GDP も 3.5% 成長っていうことに情報修正されたんだと。左翼とですね、テレビ新聞、物価高がーってこう言ってますけれども、7月の物価指数発表になっておりました。去年の7月と比べて1年間でどのぐらいになったかというと、日本は 2.6% 上昇で、世界を見てみますと、イギリスは 10% 超えてて、フランスもスペインもイタリアも 7% とか言ってて、なんでこれでインフレがとか騒げんのか。まあね、経済の知識が全くないであるとか、まあそもそもロシアが悪いんだいうことを言いたくない左翼さんたちは物価高がって言ってればいいんでしょうけれども、おつむがですね、ぬるい人しか騙せないな、これではな、思っております。一般人は何でもないが、国葬植えメロの皆様にはストレスフルなニュースでありますね。世界各国続々と出席を表明と、国葬にですけどね、ハリス副大統領、トルドーカナダ首相、オーストラリアからはアルバニージー現首相、ハワード元首相、アボット元首相、タンブル元首相、オーストラリアから来すぎだなーって思いますけれども、ここはですね、何があったかっていうと、中国に対しては腹をくくった、中国は敵だなって途中で気がついたところでですね、安倍総理が提唱したクワッド大歓迎、
なのでこんなにいっぱい行くんだろうな。モディインド首相、フックベトナム国家主席、シェンロンシンガポール首相、フンセンカンボジア首相、ミシェル EU 理事会議長、190カ国以上が参列し、そのうち首脳級、現首相だったり大統領だったり主席だったりは50以上とのことでありました。うむ、上メロ界隈はストレスで免疫落ちて風邪ひいちゃいますね。これではね、ただでさえご高齢なのに通院してもらってる薬増えちゃいますね。これではストレスで。ネットの反応です。早々に連絡ないとか歓喜していたパがバカなだけ、来ない来ないと早々にはしゃいでた人たちって、首相大集合するのに国葬反対って恥ずかしすぎる。ギリギリまで調整するからまだ参加者増えるだろう。リズ・トラスイギリス首相も来たら、国葬なんだが対中包囲網決起集会なんだがわからんようなレベルになる。ジョンソン首相からですね、新しく誕生したイギリスの首相、保守派のですね、リズ・トラスさん、女性、50ちょっと前ぐらいの方がなったみたいであります。当日反対派が武道館周辺で騒ぎまくってるの見てドン引きする一般人、もう中止しようがない、国葬が対中国決起集会か、これが上メロ連中が騒いでる理由じゃないか。多分中国共産党から指令出てんでしょうね。何が何でも阻止せよみたいな。各国がですね出席を発表したってことは調整終了したってことなんで、中止しようがないですな。各国だって各国首脳だって暇じゃねえんだから、あちこちあちこちスケジュールいじって来てくれてんだから、もう発表しちゃったものは変えらんないですね。たとえ岸田総理の身に何かあっても中止はないですね。もうね、役立たず無能の上メロさんたちは中共からのお手当減らされちゃうかな。これ例がありまして、2015年集団的自衛権を認める安保法改正の時も、国会前で日本のでない太鼓、日本のじゃない太鼓を叩いて大騒ぎしてる連中がおりました。しばき隊の連中が多数いたんで、まあ黒幕は共産党ってことなんですけれども、安保法改正全く阻止できず、年間60億円と噂されていた日本共産党への支援、中共からのお手当てがカットされたみたいで、この時からですね、日本共産党があからさまに中国共産党の批判するようになったんですね。それでですね、手のひら返したようなその態度に、ああ、お手当、打ち切られちゃったんだな。というのがもっぱらの噂でありました。韓国、北朝鮮の批判は全くしませんけどね、未だに共産党は。各国首脳、事前の自前の警備連れてきて、容赦ないでしょうね、これね。接近するパは危険なので、撃っていいっすね。疑わしきは撃てでいいっすね。危ねえから。テロリストの山上を英雄に祭り上げてるような危険思想の持ち主どもなんで、危ないったらあれはしないんでね。警視庁もですね、何かあったら黒色者なんで、各国の警備にですね、容赦しないでくださいって頼んどいたらどうだ。疑わしきは、排除せよ、ということで。収監中の山上に全国から差し入れ、支援金が100万超え、という報道はありました。ネットの反応です。安倍側の連中よな。基地って結構おるのな。差し入れしたやつ全員、公安監視対象だからな。背後でいろいろ動いてるよな。どんだけ応援したって、山上の罪は消えない。これで死刑になったら殉教者になってしまう。死刑になったら殉教者になってしまう。まあ、山上の母ちゃんは
進行やめないんですけどね。もう出てこれないから、金持ってても無意味。山上予備軍多すぎやろ。ね。山上のテロを正当化して応援してんだな。選挙応援中の演説中のですね、政治家を暴力で排除するっつうですね。民主主義の完全否定した山上を賛美する非民主主義者どもって感じです。民主主義で一番大事な選挙を妨害した山上を賛美、支援、応援してるのね。安倍側の中では山上はもう英雄になってんでしょうね。丸腰民間人を背後から射殺して銅像立ったアン・ジュンコンってやついますけれども、伊藤博文朝鮮総督府総監ですか、初代のね。山上応援してる連中もきっとあんな人たちなんだろうね。テロリストを銅像にしちゃうようなあんな人たち、山上の支援者はテロを賛美してんだから全員公安監視対象にしないと危ない。安倍は統一だから襲われても仕方がないって、今日もテレビは山上のテロを正当化しております。正当化し続けております。第2第3の山上を育ててることになるんだが、テレビの連中はもちろん分かってやってんでしょうね。犯罪を助長してるって分かってでやってんでしょうね、これね。茂木自民幹事長、左翼過激団体と共産党が関係。共産党、事実無根、発言を取り消せ。茂木幹事長、断ります。拒否。シーカズを、撤回しないというなら根拠を示せ。根拠を示せるわけがない。示せないなら撤回謝罪しよう。と、脊髄反射で吠えてしまいました。これに対して、瞬く間に、共産党の過去の犯罪の報道や証拠が大量に突きつけられました。シーカゾーに。けど、シーカゾーぐらいになると、全然見てないんだかなんだか無反応なんですけどね。ネットの話です。睡眠仕事早すぎ。シーカゾー何も反論できない。中核派と仲良くデモやってんじゃん。調子に乗るから毎回ブーメラン。自民党がピンチになると登場する。共産党。疑われた方が潔白を証明しろって絶叫してたよな。疑われた方が潔白を証明すべきというのがお前らのルールでは。組織的な銀行強盗や殺人までやった党名掲げてよく言えるな。発言を撤回しろは共産党の常套手段、得意技であります。私も豊島区委員会でですね、共産党は危険だ、滅ぼすべきだって言っただけなのに、滅ぼすべきだ、危険だって言っただけなのに撤回しろって言われちゃってね。それ拒否したら懲罰委員会動議出して嫌がらせしてきやがって。これまでは発言撤回した議員なんかも多くいるんでしょうね、ことなかれで。例えば自民党なんかでこんなこと言って撤回しろって言われたら、周りのね、同僚の自民党議員がね、寄ってたがって、めんどくさいから謝っちゃいなよ、ことなかれで、そんなこと言われちゃうとね、全く効果なければ言ってないもんね、何十年も。発言撤回しろって。効果あったんでしょ、今までは。今後はそうはいけません。明らかに親戚でねえもんに、ネトウヨだ、差別だ、言われても、なんとも思わねえし、私なんか。むしろ極右と呼べって感じだよね。共産党の犯罪は、ちょっと検索しただけで、たくさん出てきます。白鳥警備課長、射殺札幌、複数で警官暴行、拳銃奪う、長野、巡査を鉄パイプで殺害、練馬、一家六人殴る蹴り、山梨などなど、殴られ血だらけになった12歳少女が、同じく血だらけの幼い弟の血を拭う姿を見、捜査員一同摂氏役腕数。あけぼの事件で検索してみてください。摂氏役腕数っていうのは、まあ悔しくて、あと怒りで歯ぎしりして振り上げた手を
掴むっていう、そういうような表現ですね。いい年した大の大人がよ、子供を血だらけになるまで殴る、それが共産党員であります。一部党員の暴走で本部は知らねえっつって犯罪を未だに認めもしないし謝りもしない共産党、C 和夫もですね、大量の証拠を突きつけられて、じゃあなんで公安監視対象なの、関係どころか過激化そのものって言われても平気なんですよね、C 和夫。バカなんだか見てないんだか、まあ、共産党っていうのはカッコつけてますけど、こういう連中です。なんか言って暴力で解決と、それが子供でもなんでも構わねえ、そういう人間のクズどもが共産党員やっております。もうね、そいつらに何言われたってどうってことねえんで、もうね、全国の地方議会で議員さんたち、共産党は危険だ、滅ぼすべきだまでは言っていい懲罰委員会で私無罪になりましたね、までは言っていいんで、どんどんこれ言ってもらえないかなって思っております。もちろん日本改革党からですね、地方議員出して、そこで、彼らに言ってもらうのもありなんですけどね、まあまあ日本改革党党員さん支部長さんは何言われたって発言の撤回なんかしやしねえから嫌がらせすんの無駄だがんな、いう感じであります。デトックスジャパン。